頼藤光実頼藤光美昭和3年5月21日は日本の教育者。幼名は銀吉。号は紫県。信濃国松本城下に松本藩士頼藤武八郎義弘の長男として生まれる。明治元年藩校高志教官に学ぶ。廃藩による秩禄処分により同7年一家を挙げて安住郡東穂高村に移り、高橋白山の八原県制学校に学ぶ。生活は困窮したが、苦学の末、同16年長野県師範学校を卒業。南安住郡穂高尋常小学校訓導、東千曲郡小学忠史業、同郡堀之内尋常小学校校長を経て、同22年松本尋常小学校校長兼訓導に転任し、同25年同高等小学校校長兼訓導に任命された。在任中は、校内講習を通して、技能教科を一変させ、また児童組合を設けて、校外指導に努め、校訓と校歌、校章、校旗を制定して、児童訓育の徹底を図った。さらに、同24年社会教育のため開智書籍館を創立した。一方、明治20年東千曲教育校巡会の首脳となり、沢柳正太郎の教育学、桑木玄翼の倫理学、坪井正五郎の人類学などの講習会を開いた。同34年には松本高等女学校の設立に尽力し、同校教諭などを経て、同年、文部省普通学務局に入庁し、後、第一課長を務める傍ら、同37年日本大学高等師範科に夜間通学し卒業。同41年新設の徳島県女子師範。学校校長兼徳島高等女学校校長、後満州に渡り関東、都督府高等女学校校長、大正6年大連高等女学校校長などを歴任し、関東庁の命により、同12年に教科書編纂及び満州社会事業研究会評議員を務めた。同13年末に退職し、昭和3年全国高等女学校長、教会主事嘱託となった。昭和3年東京府下の自宅で死去した。ありがとうございます。